切断された接触バンドを見つかったということです。そしてこの河川敷の周辺にはいくつか防犯カメラが設置されているんですが、この防犯カメラに、事件の当日ですね、複数の人物の姿が捉えられていたんです。向かう映像には上村君と見られる少年の姿が入っていたそうです。で戻る映像には上村君と見られる少年だけが